皆さんこんにちは、宮古リフォーム小川です。今日は横浜に来ておりまして、横浜のリフォーム会社のハウスグリッドさんと一緒にお送りしたいと思います。でハウスグリッドさんですけども、神奈川中心に結構手広くやってますので、ぜひともお声掛けいただければと思います。はい、よろしくお願いします。藤木と申します。はい、で今日のテーマなんですけども、はい、プロがおすすめしないキッチンっていうテーマで、ちょっとプロ2人でねお話したいと思うんですけれども、どういうキッチンってちょっとプロとしてはあんまりおすすめしないなっていう風なところをちょっと一つ挙げてもらってもいいですか。やっぱりね、ローラーレールのキッチン、僕も結構そのローラー気になるんですけど、収納っすよね。リフォーム業者様必見、宮古リフォームの成功ノウハウ全て教えます。詳しくは概要欄まで。でこれ何かというと、キッチンの引き出しっていうのは、結構レールが命ですよね。はい、レールが悪いと結構ガタつきが多かったりとか、耐火力少なくてあまりこう物入れられなかったりするわけなんですけども、そういった意味で言うと、レールはローラーレールっていうのと、スライドレール、大きくこの2つがありますと。でそのうちの、簡単に言ったら、低い方のグレードっすよね、のローラーレールって、あんまりそういうキッチンをお勧めしないよって感じなんですけども、そういった意味ではどのキッチンがローラーレールなのか、多分あんまりこの視聴者さん分かってないと思うので、そちらちょっとお聞きしてもいいですかね。スタンダードなランクのキッチンになるんですけれども、パナソニックのリビングステーション V、V スタイルってやつですね。そうですね、リクシルのシエラという商品、この辺が分かりやすいかなと思います。そうですね、ちょっとこれ語弊があるんでお伝えさせていただくと、パナソニックの V スタイルですよね、通称、V スタイルに関してはローラーレールしか選べないんですよね。けどシエラに関してはその前だオプションによって、スライドレール、サイレントレールって言い方しますけど、そっちに変えられますよね、っていう感じですと。あと僕の方で知ってる限り挙げさせていただくと、タカラスタンダードのエーデル、そうですね、結構僕これなんか、なんでエーデル買うねんっていう風に結構思っちゃうんですけど、これ結構ね、いろんな工務店がいろんなキッチンをおすすめするんで、傾向をお伝えさせていただくと、パナソニックの V スタイルに関して言うと、ある程度こう大きなリフォーム会社が本当にこう激安商品として売ってるようなイメージがありますよね。なんかチラシの商品みたいな、そうですね、なんか本体だけで20万ちょっとですみたいな、そういうの見た時に、あ、それはそういう、仕様が簡単に言ったら、しょぼいから安いんやなみたいな。でもしパナソニックでスライドレール、ちゃんとしたこうガタつきがなくて耐荷重の多いもの入れたかったら、ラクシーナですよね。ラクシーナですね、あれはいいですね。そうですね、ラクシーナ入れなきゃいけないってところを、まず、パナソニック特に入れたい人っていうのは、ご理解いただけたらと思いますと。で先ほど、藤木さんから話になったリクシーのシエラですね。でこれに関しては基本的にシエラでもスライドレールってオプションをつければちゃんとスライドレールが変更できますよね。おっしゃる通りです。はい、そういった意味でクリーンアップのラクエラもローラーレールとスライドレールってあるんですけれども、スライドレールっていうものを選べばクリーンアップでもラクエラでも選ぶことができますよね。そうですね、僕結構ねこれ申し訳ないですけど、エーデルって売ることあります？ありますよ、たまに。僕エーデル、それはあれですか、藤木さんが勧められるんですか？その上のトレーシアっていうのを進めて、どうしても予算が、なるほどね、なるほどね、理由としてはやはりホールをすごく気に入ってるお客様、届かないよって人はエーデルもとてもいいとは思います。なるほどね、ちなみにエーデルとトレーシアって価格差で何本ぐらい？20万ぐらい出ます？20万ぐらい出ますね。20万か、けど僕これね、そのエーデルを、それだからやむなしでって感じですよね。そうですね、やむなしでって感じですよね。けど僕それすごいエーデルをとか、ホールを気に入っている人として本当にこれ考え、多分そういう人いはるじゃないですか、これ見てる人にいはると思うんですけど、本当に考えてこれ何かって言ったら、ホーローを選ぶっていう時点で30年からそのキッチンを使いたいっていう人やと思う、けどローラーレールの時点で僕10年ぐらいしか持たないと思ってるんですよそうですかね。だからどんだけ扉が良かったとしても、面材とかが良かったの、そのキャビネットがホーローやったとしても、10年と言わないですけど、20年も使ってたらこれ前言ったら耐荷重が弱いってことは、それだけやっぱ耐久性も弱いんで、そうですね、でレール壊れるよみたいなこの後お話しする話もそうなんですけども、放浪性で耐久性が高いっていうのを目指してやるにもかかわらず、レールが簡単だったら安いもの使ってるから、もうそこの 耐久性が弱くて、もう交換せなきゃいけないってことも発生しうると思うんで、結構本当にもう宝スタンダード検討する人っていうのはそこら辺も加味して、ちょっと高くてもトレーシア以上買われるのをお勧めします。そうですね。で2つ目なんですけど、ちょっとそれは僕から挙げさせてもらいたいんですけど、〇〇のオプションをつけない上位キッチンっていう、そういうシリーズでちょっと今語りたいと思うんですけども、まず僕から1つ挙げさせていただきたいんですけども、セラミックカウンターにしないリシェル、リクシルの最高級のリシェル、これ意味あります？そのキッチンがあったらセラミックにしないリシェル、そう、おっしゃると、それは僕 の, あれに共感してくれてるんですよね、
いやその通りでして、でそれは何かって言ったら、基本的にリクシルのリシェルでセラミックのカウンターにしなかったら人台カウンターになりますよね、うん、そうですね。でこの人台カウンターっていうのは結局シエラと一緒なんですよね。シエラっていうのはリクシルの普及体、まあ、一番、まあ、スタンダードなキッチンですけど、うん、それと同じ天板をリクシルのリシェル最高級のやつでつけるってことになりますの、ね、なんかめっちゃそんな感じしますよね。そうですよね。1個下げればお値引き率も上がるので、うんうん、リシェルする意味が全くないかなと。そうですよね、はい、同じものが高い値段で結局買わざるを得ないというのがリクシルリシェルですもんね、はい、なんですごいこうもったいないかなと思うとともに、やっぱりセラミックにしないとやっぱり天板ね、やっぱ比較的傷つきやすいので、うん、まあ、リシェルとしてのやっぱりこう寿命、うん、やっぱこう短くなってしまうかなというところも含めて、ね、セラミックカウンターのリシェルにした方がいい。そうです、まあ、それを言うと TOTO のプラスともクリスタルしないとあんまり人気ないかなと。まあ確かにそうですね、まあ、だから最高級のキッチンっていうのは基本的にやっぱりその最高級のキッチンでしか入れないられないオプションっていうのはやっぱりいくつかあって、それを入れないと結局下のスタンダードキッチンを入れるのとあんま変わらないよっていう結構あります。本当そうなんです、ね。まあ、そういった意味で言うと次挙げるとタカラスタンダードのレミューで、あの人台カウンターのままっていう。あそうですね。でこれはまあ先ほどのこうリシェルと同じ理屈なんですけども、タカラスタンダードのレミューとトレーシアって実はそんなに違いがまあないじゃないじゃないですか。差別化が難しいですね。だって収納の奥行き別一緒にできますもんね、はい、オプションで 1,2、うん、万だ収納のこの引き出しの奥行きは一緒にできるんですけど、あとレミューとトレーシアの大きな違いでいうと、うん、いろいろこう細かい収納みたいな。そうです、ね、シンク下の、あのシンクの正面とかですよね。これがまたちょっと画像出しとけば、はい、ちょっとパカパカ開くような仕様になってたりとか、あとは内引き出しが付けられるとか、はい、あとはあれですね、食洗機の下が普通はそこのただの配管スペースしかならないところが、まあ、収納になったりとかっていう、うん、まあ、いろんなこう収納の部材が付けられるっていう、まあ、逆に言ったらそれぐらいの違いで 2,30 万違ったりするじゃないですか。そうなんですよ、うん、それだけやったらトレーシアするわって、まあ、あとはそのね、ホーローの焼き付けがより一層吹き付けられてるってことで、うん、まあ、そのグラデーションが、まあ、より濃く出るっていうのが、まあ、あのレミューのまあデザイン的な特徴かと思います。そうです、まあ、でも選べる幅は増えるので、はい、レミューが全くそうってわけではないんですけどね、はい、っていう意味で言うとレミューでやっぱり選べるっていう意味で言うとやるべきなのはクォーツ天板。おっしゃる通りです、はい、にしないと結局人台カウンターって時点で、まあ、寿命はやっぱり短いですよね、比較的、うん、ただホーローはそのまま綺麗ですとしても、まあ、そのカウンターがどんどん傷いってしまって、もうこれやったら20年変えたいわってなるぐらいやったらクォーツ天板、うん、まあ、より硬くて傷つきにくい素材ですよね、まあ、デザイン性も優れてると思うんですけども、にしないとそれやとトレーシアでええんちゃうっていう風に。そうですね、まあ、大体はでもトレーシアで落ち着きますけどね、はい、っていうような感じになるかなっていうところですかね、うん、あとはあれですね、僕結構、まあ、上位のキッチン、まあ、普及体のキッチンでもそうなんですけど、思うこととしてはやっぱりステンレスのシンク、はい、何もオプションのつけないシンクっていうのは、うんうんうん、やっぱり水使うところでもあるので、うん、傷めっちゃつきやすいじゃないですか。まあそうですね、というでやっぱシンクがもう汚くなってキッチン交換したいっていう人は結構多いと思うんですね、うん、他は綺麗だとして、はい、っていう人は多いっていう意味で言うとシンクの寿命を長くするために、うん、まあ、そういうコーティングをするであるとか、はい、まあ、どうなんですか、まあ、人台のシンクとか、ね、まあ、あの上位のキッチンにすると、まあ、そういう、まあ、その上位のキッチンでしかできない、まあ、固い素材の、まあ、シンクにできたりするので、はい、まあ、そういう検討した方がいいかなというふうに思いますよね。はい、そんな感じですかね。なんかありますか。とはそうですね、ノクトもあの実はあんまりシエラと変わらない部分も多くて、ね、そうですね、リクシルのあの中級化学体 の、 あの特徴を出しにくいノクトですね、はい、そうなんですよ、はい、ノクトでシンクを普通のシンクにしてしまう、まあ、ノクトの特徴としてはダブルサポートシンクっていうのがあるんです、はい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 、まあ、これはあのうち の、 あの石田があのリクシルの、はい、まあ、ショールームで、うん、あの調理、実際そのダブルサポートシンクを使って調理した動画を、はい、それを挿入させていただこうと思います、ね、あれは、ね、すごくいい商品だと思います、はい、ただそれをノクトから外してしまうと もはやシエラになっちゃうので。そうですね、まあ、扉面材こだわって、ね、かっこいいやつにするかってことをしないと、はい、ただのシエラとあんまり変わらない、まあ、奥行きのちょっと大きいシエラみたいな、ね、になってしまう可能性があるので、まあ、それあのダブルサポートシンクをつけないノクトもあんまり意味がないと、そうです、ね、はい、いうふうなところを、まあ、知っていただけたらなというふうに思います、はい、まあ、そんな感じですかね、はい、まあ、ちょっと初めてなんでちょっとまあこれからちょっと藤木さんに慣れていってもらおうと思うんですけど、ぜひともご視聴いただけたらと思います。今日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。